ここは僕の故郷の世界だ。君の？さあ、実験を始めよう。この声は？まだ神となる以前、一人の人間として血と肉を持っていた頃の残座だ。ダメよ、まだ何の確証も取れていないわ。危険すぎる。この声はメイナス。何を言っている。恐れることはない。我々は宇宙の誕生に立ち会うことになるのだ。そうだ、これは神にしか成し得なかった奇跡。人間が一歩神に近づく記念日がやってきたのだ。やめて、クラウス。それは純粋な探求心だった。そのたった一人の純粋な探求心によって元の世界は消え去り、そして新たなる宇宙が、君たちの世界が誕生した。二人の神と共に。残座たちは孤独だった。それゆえに自分と同じ姿をした生命を生み育てたんだ。それが僕らなのか。世界が次の段階へ進もうとすれば、その行く末は時代の意識、生命体に委ねられ、おのずと残座という個の意識は消滅してしまう。残座はそれを恐れていた。己の消滅から逃れるため、残座は永遠に破壊と再生を繰り返す世界を望んだ。巨神界に生命が溢れていたのも、それを刈り取るテレシアの存在も、全ては残座の意志だったのか。そう。だけど友人を望んでいたという思い、それも偽りではなかった。彼の未来と僕たちの未来、共存することだってできたかもしれないのに。その通りだ。だけど時は戻らない。神は自ら生み出した新たな神によって倒された。新たな神。そう。だからこそ僕は君の前に現れたんだよ、シルク。アルビース、君は一体。装填に実験施設を管理するコンピューターと言っても君には理解できないだろうな。ま、ただの機械さ、元の世界の僕は。ね、アルビース。この世界は停滞し疲弊し続けている。だからこそ僕は君に聞こう。新たなる神よ、君の望みは。君たちは世界をこのまま停滞させるのか、それとも次なる段階へ進化させるのか、選ぶのは君だ。わからないよ。僕は残座の好きにさせたくなかっただけで、僕が神だなんて。だよな。お前が神様だなんて間違ってるぜ。みんな、だいたい次なる段階ってのはよくわからないのよね。私たちはただ当たり前の日々を当たり前に過ごしたいだけなのに。飯食って寝て笑ったり泣いたり、たまには喧嘩もしたり、そんなもんだろ。そう。そして大事な人のそばにいられればそれで十分。それでも我々は少しずつ変わっていく。昨日と同じ自分はそこにいないし、未来がどうなるかもわからない。わかんないから楽しいだもん、リキ。そう思うもん。わからないからこそ次はああしよう、こうしようって考えるんだよね。それは不安だけど楽しくもある。
でしょ。ああ、それを進化と呼んでいいのなら俺たちはいつだって進化している。劇的な変化なんか望まないよな。そうか、そうなんだ。少しずつでいいんだ、毎日少しずつ。そんな進化こそが世界に。勝手だけど、君の意識の中にある彼らの人格を再現させてもらった。ひどいな、一人で何も決められないと思われてるんだ、神なのに。すまない、こう見えて焦っているんだよ。今のままだといずれこの世界は消滅してしまうからね。それで望むことは決まったのかな、新世界の担い手よ。教えてくれ、君が決めるこの世界の未来を。僕は決めないよ。未来は一人一人、世界に住む全員で決めていくものだから。だから僕が、いや僕たちが望むのは神なき世界だ。